栗原はるみ3号が発売されたのが12月ということで、今回素敵なカレンダーが付録としてついてくるんです、今あの手元にあるんですけれども、はいはい、ちょっと付録というには本当に豪華すぎませんか。すごく素敵なカレンダーで、これが半分にこうなるんですけど、これどこに置いてもあんまり邪魔にならないですよね、大きさが。本当そうです、うん、でなんかあの紙の感じもすごく素敵ですし、いいですね、あと何よりも写真が素敵で綺麗ですよね、ま、デザインはシンプルなんですけど、はい、どんなお家でもどんなご家庭にも合いそうな感じです、はい、そうですね、どこでも追いかけていただいていいと思います、ね。カレンダーを作るにあたってデザインとか写真のこだわり、はい、どんなふうに今回作られた？この写真を見ていただくと、うん、私の暮らしがわかります。ほーっていうのはこの、あのお花とか、うん、これあの全部我が家の庭のもの、全部庭のものと、うん、あと私あのうちの夫が置いてた金魚がいるんですよ、うちの庭に、でこの金魚を2月の金魚ですか、はい、手名付けてですね、手で餌を食べるんです。この金魚見たら皆さんがへーって思っていただけたらいいと思って。これでも確かにね、あの水の上にもう綺麗にカメラ目線で、はい、これ私がね餌をあげてる時にカメラマンが撮ったの。口ポコって丸く乾いてます。そうそう、私の手をこう見てたの。色も綺麗な赤で、そんな風にちょっとこう月が変わったら、うん、これもうちのレモンなんですよ。こんな立派なレモンがなっているんですか、はい、大きな木ですかこれは。それほどじゃないですけどね、栗原さんの背丈よりは、まあ、高いですけどね、かなり。うわ、じゃあこれ本当にお料理に、はい、使います、使います。レモンってこんなにちゃんとなるんですね、うん、今年はねそれほどじゃないけど、去年60個ぐらいになったかな。だからフルーツはちょっとあの、はい、学年というかね、うんうん、あのなる年ならない年があるって言いますけれども、柚子と金柑は今200個ぐらいついてるかな。そう、あの柑橘系を料理ですごい使うので、はい、我が家は全部育ててます。でもそれ使い切れないぐらいですね。そうですね、だからいつも、ね、あの柑橘系はみんな薄く皮むいて、うん、あの干して七味を作るんですよ。へ、でそれをすり鉢で当たって粉状にして、はい、で金柑もやるし、あと実はお酒飲む時の氷にしたり、それからあと果実酒作ったりとかして、すごい、お酒にしたりいろいろ使って、無駄にせずにいろいろと姿を変えて、はい、お花の写真とか、はい、と室内、これうちの庭のアジサイ、あ、ガクアジサイかな、はい、これね、うん、素敵。じゃあ結構あの本当に1年を通してじゃないですけれども、はい、あのそうですね、あのカメラマンがあのうちにいらした時にコツコツとなんとなく撮ってくださった、我が家のなんか1年は1年でしょうか。素敵ですね、はい、じゃあ一緒に栗原さんと一緒に1年を過ごしている気分が味わえるなら私は嬉しいですね。あのもうね2023年間近ですけれども、はい、栗原さんの2023年の抱負を、はい、抱負ですか。まあ抱負はいろいろあるんですけど、実は今ギターを習っていて、本当前からやられてる。もうまだ始めたばっかり。どうして？あのね、実はちょっと長くなるから早めに話します。私あのある時テレビで佐野さんを、佐野元春さんを見てすっごい素敵だと思った時があったんですね、2年前。それであの私の雑誌になんか出演して出てくださったことあって、それをご縁にライブとか行くようになって、ギターっていいなって急に思って、一回も今まで人生持ったことなかったんですよ。でギターやってみたいってなって、まだ始めたばっかりなんですけど、毎日すごい練習してる。すごいだからいつか上手になって聴かせたいなみたいな、夢は大きく持って佐野さんに。佐野さんにすごい、涼しいですよねいやそんなことでも毎日すごい練習してるんですか。まあ、すごくはないけど、まあやってる方だと思うけど。素晴らしい。楽器は本当に毎日練習するかどうかっていうじゃないですか。やったことないですからね。それがなかなかやっぱりみんな続かないから。そしたら元気出てきた。へえ。人生って捨てたもんじゃないなって最近思ってね。悲しんでばかりもちょっといられないなと思って。あの前はね悲しい道に行っちゃうんですよ、やっぱりどうしても。でもやっと元気な道のところに橋がかかるようになった。
素敵、素晴らしい頭の中でね、うん、でこの橋に行っちゃいけないいけないって自分がちょっと思うようになって、うん、あんまりこっち渡らないようになり始めましたね。最近3年経ってやっと何かやっぱり自分のしたいこととかやってみたいことを始めたらいいんですね、うん、きっと。いや本当そうですね、うん、遅すぎるなんていうこともないし、ないなって最近思います。あと自分はこういう人と思い込まずに、うん、その何の人とか料理の人とかじゃなくて、はいはい、何をやってもいいんだっていう。そうですね、本当に自分の人生がこれで変わってますね、きっと。もう弾ける曲も出てきたんですか。はい、3曲ぐらい。すごい、まあまあ、完璧じゃないですよ。だけどほらやっぱりテクニックを覚えないといけないって言われて、うんうん、ただじゃんじゃんじゃんってやダメですよね。チャラチャラやらないと。それはなかなか手が動かなくて。レッスンには通ってるんですか。はい、はい、佐野さんのバンドやってるベースの方がいて、すごいプロ級ですよね。本当プロの方に、はい、教えていただいて、もう彼の期待を裏切らないようにってそればっかり。じゃあもしまた聴いて楽しむ栗原はるみがありましたら、はいはい、いつかいつかね、エピソードの中に演奏の回がなんか、はい、来年あるかもしれない。彼が言うにはやっぱり人に聴かせるっていう目標がないと趣味は伸びないっていつも言っていてね、いつか聴かせようとか言って言って二人で頑張ってるんです。素敵。いや多分今聴いてる方も私もだけどすごく勇気と元気をいただいた気持ちです。本当ですか。2023年の栗原はるみ、はいはい、すごく楽しみになってきました。2023年のカレンダーを飾って栗原さんと一緒にぜひ素敵な一年にしましょうね。はい。